流れ星。ここじゃよく見えない。ちょっと遊んでいくか。せいや、そこで。面倒だ。一気に行くぞ。あ、こんなことしてる場合じゃなかった。流れ星見に行かなきゃ。わあ。こんな星空、前にも。脅かすなよ、アクア。ベンが勝手に驚いたんでしょ。こんなところで寝てると風邪ひくよ。夢だったのかな。俺ここじゃないどこかで今日みたいな星空を見たんだ。私たちはずっと一緒だったでしょ。うん、そうだよな。ねえ、アクア。ん？星ってなんだろう。光って何？星は。星の一つ一つが世界だ。あ？テラ。この世界の外には、俺たちの知らない世界がこんなにもある。光はその世界の心の輝きで、俺たちを照らしてくれてるんじゃないかな。それって、どういうこと？要するに、ベンみたいなもんさ。なんだよ、それ。ベンにもそのうちわかるさ。
今知りたい。今はまだわからないよ。また子供扱いか。アクは何笑ってるんだよ。だってあなたたちまるで兄弟みたい。そうだ、明日はテラと私のマスター承認試験でしょ。お守り作ってきたの。あ、はい。俺にもくれるの？もちろん、みんなお揃いよ。世界のどこかに星形の実をつける木があって、その実はつながりのちぎりになるんだって。そしてその実を貝殻で模したお守りを持っていると、たとえ離れ離れになったとしても必ず再会できるらしいの。まあ本物の材料は手に入らないから、それっぽく作ってみただけなんだけどね。そういうとこは女の子なんだな。そういうとこはってなんなのよ。本物じゃないと効果ないの？効果はまだわからないんだけど、魔法をかけておいたよ。え？どんな？つながりだよ。さあ、明日の試験の仕上げだ。付き合ってくれよ。俺が相手だ。加減するなよ。攻撃し続けないと俺は倒せないぞ。敵一体に集中攻撃するのもいいけど、大勢を相手にするときはこうするのよ。そろそろ仕上げるぞ。実力の差だな。テラもアクアも十分強いよ。きっと明日の試験も楽勝だな。そうだといいけどな。マスターが言ってた。能力は心の中で目覚めると。自分の成長が十分だと思ったら、心の中を見つめ直すことね。そうだ、これまでのこと忘れないようにしなくちゃ。
さあ、そろそろ帰ろう。うん、もう帰ろう。みんなで一緒に。俺たちが同じ星空を見たのはこれが最後になった。ミッキーよ、何やらよからぬことが起きるやもしれぬ。